先月、北本市議会で権利擁護委員の運用に関わる予算案が全会一致で可決されました。擁護委員の設置は議員提出で今年3月に可決された子どもの権利に関する条例の中で定められました。この条例はいじめや虐待など子どもの権利が侵害された場合に速やかに救済することを主な目的としています。条例を審査した特別委員会のメンバーに議員立法に至った経緯を伺いました。平成29年に、市内の中学校の先生が生徒になりすまして、生徒の誹謗中傷を行ったというニュースにもなった事件がありました。で、その後また2020年、市内の小学校の一つが廃校になるということが決まるときに子どもの意見を全く聞かないで大人だけで決めてしまった。もっと遡ってしまうと平成22年に仮称北本市子どもの権利条例の制定を求める決議というのを全会一致で可決しておりましたが、その間市議会としては条例を作ることもなく来てしまったので、いいタイミングであろうということでここで条例を作るということを決めて進めてまいりました。県内の自治体で子どもの権利を守るための条例を定めるところは他にもありますが、擁護委員を置くことを決めたのは北本が初めてです。擁護委員は弁護士や大学教授などが務める予定で、当事者からの悩みに対し専門的な知識やパイプを生かしてアプローチし問題の解決に取り組みます。特別委員会のメンバーは擁護委員を設置する意義を次のように話します。一つは顔の見える関係性、それから信頼性、こういったものを作っていくことだと思っています。秘密を守るですとか、あるいは学校とか教育機関とは関係のないですね、第三者機関による組織とすることでそういった信頼性が担保できるのではないかと思っています。それからもう一つは擁護委員なり相談員という立場の人が相談を受ける場所にずっといるわけではなくて、学校ですとか市の中いろんなところを回りながら子どもの権利について普及啓発をする、あるいは出張の相談会を開くなどをしてですね、日頃から顔が分かる関係性を作っていくと、そういうふうにすることで相談がしやすくなるかなと思っています。擁護委員は埼玉県も独自に設置していますが、全県を対象としているため素早い対応を求めるのは難しいのが現状です。県の委員を務めた経験のある浦和法律事務所の水口弁護士は、自治体単位で擁護委員として設置することで問題にスピーディーに対応できるメリットがあると話します。権利擁護委員だけで全てが解決させられるということではないと思うんですけども、そこから関係各機関に適切に素早く情報は共有できるだとか連携が強化できると、そこの正確さと迅速さ、そこがかなり強く期待されるところだと思うので、そうなると必然的に守られるべき子どもの権利がしっかりと擁護されるという方向につながるのかなと。あとは当然子どものプライバシーだとか名誉だとか、そういったものも十分考慮されるということが権利擁護委員の資質として問われるんだろうなと。一方、いじめ問題については SNS を介したものがほとんどで、早期に対応しにくくなっている現状があるとも指摘します。いじめでいうとほぼ SNS を介したもので、そうなるとやはり家庭とか学校だとかそういったところに知れるのが遅くなる。で、そうするとかなりお子さんが傷ついた状態になってからようやくっていうような、そういう相談が増えている。条例は今年10月に施行され、擁護委員の活動も本格的にスタートします。市議会は問題に早期にアプローチするためにも、子どもや親世代に条例や擁護委員の周知徹底を図りたいとしています。子どもの権利に関してはまだ十分に浸透はしていないと感じています。青少年健全育成や大人が子どもを守る社会に適応できるように厳しく育てていくという考え方が未だ根強いのかなと思っております。
子どもの主体性を尊重して、子どもの意見を聞き尊重しながら大人と同じように関わりながら成長を支援していくという考え方を根付かせていかないといけないのかなと。繰り返し周知して実施していくということが重要ではないかと思っております。